ございます。はい、おはようございます。キャティリナです。今日ね、朝地震が9時前ぐらいにあったんですけど、大丈夫ですか？私起きようかなと思って起きてて、ベッドの上にいたんですけど、起きようかなと思って起きてたら、なんかちょっと揺れ出して、おこれはまさかと思った。ウィンウィンウィンって揺れて、地震だって言って妹に言ったら、すごい何とも言えないな、起きたてほやほやで、なんか揺れて大声出されて揺れてびっくりしてますみたいな、すごいリアクションが。地震とともに起きたよ。いや、あなたはね、私は起きとったから。私は SNS 見ててんずっと。でも大丈夫、全然今んとこね、なんもないしね、大丈夫です、ありがとうございます。ただ怖いのは、こっから私は今からお仕事に行くんですけど、電車に乗ってる時にまた地震が来たら、とても遅延してしまうなという、ここが心配ですね。仕事にね、大丈夫かなって、少しスニーカーが、いや、あれは積み立てすぎなんだよ、それは。電車止まるようになってるからね。そうなの、だからそれでさ、家に着くの遅くなるのが嫌だなっていうね。今日はもうあと残り3公演で、明日が千秋楽になります。ありがとうございます。本当に早いなってめっちゃ思いますし、今日はね、配信もありますので、2公演かな、ぜひ配信の方もね、もし遠くで来れない方がいらっしゃったら、ぜひ見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思いますし、やっぱアドリブとかね、まあ本当生もんならではのアクシデントあったり、すごく楽しいなというふうに思いますし、やっぱ折り返し来るとすぐだなって思いました。なんか折り返しまではずっと2公演とか言ってて、結構長いなとか思ったんですけど、やっぱり折り返し来てしまうともうすぐで、そう、いや寂しいなーって。ほんと明日でみんなバイバイ、みんな次の舞台行ったり次の仕事したり、私はもうアイドルの振り入れがもう怒涛にまたね始まっていうか、もう始まってるんですけど、もはやね、もうなんならね、舞台本番前に早朝に振り入れして舞台に行くみたいなことを繰り返してたから、そう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 、もう次の日、舞台終わった次の日は丸一日振り入れと仕事で潰れるんで、やばいなって思ってます。もう終わった瞬間スケジュールワーオっていう感じで、もうからはもう残すところ1月も舞台が終わったら2日になっちゃうんですけど、やばくないですか？もう2日もレッスンだから、2日間とも私はもうレッスンレッスンって感じで、2月入ったらもうね、レッスンの日々じゃないですか。そうそうそう、ね、それこそドボンコンの振り入れと新公演の振り入れと、新公演に関してはその初日出るメンバー以外も振り入れしてるから、
そうそうそう、だからその振り入れで終われて、それが終わったら今度ピアーリー MM の振り入れが、もうだってコンサートも1ヶ月で3公演だから、結構ガッ飛ばしていかないと覚えられないっていうか、間に合わないっていうか、結構大変に多分なってくると思うんで、またバタバタの日々が始まるんじゃないかなって思ってます。覚えることいっぱいね、本当に。一息も、舞台終わって終わったよって一息もつけない間にも次のことがあるので、ほんとバタバタじゃないかなって思いますね。どういう顔？いや、ドンって言ったけど。ああ、上やろ。すごい時間飛ばされたんかと思った今。違う違う。なんか一瞬あれ言っちゃいけんこと言ったっけなってちょっと思ったよ。そうでね、今日はひーちゃんの卒業公演の方で本当にラストのアイドルひー AKB のアイドルひーちゃんが今日なんですけど、いやすごい行きたかったなと思ったんですけど、私今日2回公演でしてですね、もう公演終わってあのズラとか全部とかやったらもう9時過ぎとかになっちゃうくて、いつもだからもうね、そっから駆けつけて間に合わなさすぎて、なんで今回の公演もちょっと行けないんですけど、そう2回公演でね、結構ね長いんですよねこの舞台ね。だしそうズラとかね、あのズラちだけね、ウィッグとかさ、そう兼ね合いもあるから、そうなんですよね、結構いつもね遅くて、いけないの残念なんですけど、せめてね公演ぐらい行けたらよかったなって思ったんですけど、そう余裕に私の方が多分長いと思うし、何時からだっけなひーちゃんのやつ、18時とか半とかかな、調べよう、書いてるかな、誰か知りませんかね。17時半から17時半からもう17時半ってもう思いっきりな、30分後に本番やん。でなんだ、一公演終わった後やし、あじゃあ絶対間に合わない。だって17時半からさ、うち9時に終わりやん、どんだけ公演すんのって話になり、公演時間バカ長いことになってしまう。1時間やろ無理無理、もう私思いっきり多分一幕やってる最中ちゃう。なんならちょっとちょうど出番がぐらいのタイミングやな。なんでどんかぶりなんでね、無理ですね、どう頑張っても。私ミシェルやってるから、その頃多分1幕でどんかぶりですね、無理だ。いや行けたらなと思ったんですけどね、秋葉だから、東京だからさ、暑いしと思って思ったけど無理ね、残念。ちょっと違う場所で、私は北千住のシアター千住で頑張って、頑張ってますので、
あの気持ちだけひーちゃんとこに送って一緒にね、ちょっと空いた時間30 17時半からだったら私18時公演だから最初の冒頭オンデマで見れるんじゃねちょっと最初の冒頭だけオンデマで見よっかな多分準備してるけどバタバタと準備してるし多分うちビッグかぶらないといけない時間だけど5分10分ぐらいなら見れそうビデオメッセージも頼まれなかったのかな。あ、え、っていうかあれ最近メンバーの卒業ってさ、ビデオメッセージなくなったん？あれいつからビデオメッセージってやらんくなった？卒業メンバーに対して最近やってないよね、卒業メンバーの卒業メッセージ。てかもはやもういないんか人が。8がそうじゃない？ねえ、だって13とかしかおらんしさ、京香ちゃんの時か、京香ちゃんはだって卒業メッセージ取ったもん、ゆりな。その後って誰が卒業したの？ひなこから？いや、ひなこは取ったよ。いや、あの怒涛に続いてた時は取ってるんですよ。え、マジですごい卒業メンバーの卒業メッセージ、すごいな、名前がもうめちゃくちゃバーってあったの。そう、でも逆にそれで一旦止まったのかな。あ、京香ちゃん取ってないわ。京香ちゃん取ってない。え、京香ちゃん取ってない？あ、取ってないかも。あ、ちょっとなんかさ、むちゃくちゃさありすぎてちょっと、いや京香ちゃん取ってないわ。え、京香ちゃん取ってない。あの辺からもうなくなっちゃったんだね。もうメンバーいないからかな。そうだよね。だってうちひーちゃんの撮ってないもん。でもさ、欲しいよね、辞めるとき卒業メッセージさ、あった方が嬉しくない？誰々から卒業メッセージですとかさ。でももはやうち辞めるときさ、誰々から卒業メッセージです、誰かくれる人おるんかな。なんかいなさそうなんだけど、逆に誰にオファーしたらいいのってなりそう。経典って誰にオファーしたらいいのって言われそう。思ったらやっぱりさ、最初の方のさ、大人数30-40人ぐらいの卒業メッセージあった時とかさ、嬉しいよね。うちだって自分の時、自分が辞める時もさ、卒業メッセージあると思ってたもん。いや、まだやってるんだけどさ、アイドル。あると思ってたもんな。もうないもんね。寂しいな。っていうか自分が辞めるときどれぐらい同期いるかな。分かんないね。同期だったあと7人だからね、今卒業発表してる子除いたら4月以降か。7人だって。ちなみにあやね以外全員年下だからね、そうなったら。
もうあやね私ってなっちゃうから。寂しいね、寂しいね。いや、わかんない。この中で一番最初に誰が辞めるかなんてわかんないよ。年齢的に考えたらとかあるかもしれないけど、でもそんなのわかんないから。誰が辞めるか、私が一番最初に辞めちゃうかもしれないし、逆に私が一番最後まで残ってるかもしれないし、それはわからない。それはね、わからないです。最後まではちょっと無理かなごめんなさいだけど、もう年的にもちょっと無理。最後のエイトメンバーとして何のこそ、いやでもそれは無理かもしれないいや私がこっからもうびっくりするぐらい握手会もフルカンして超人気になったらそれもあるかもねだったら全然あるかもまあそんな感じで15分経って、あ、やばい、そろそろですね、私ももう出ないとということで、まあオンラインお話し会もね、ぜひ、私一部も完売してませんので、よかったらぜひぜひぜひ遊びに来てください。お待ちしております。オンラインか握手かどっちでもいいんで。で今日は私、舞台ハイカードの、2公演ということで、13時と18時、しかも配信もあるので、ぜひ皆さん、ね、あの私も今日こそこの配信で閉じるのがいっちゃ嫌やからさ、マジでいつも完璧にできてたのにってなっちゃうから、今日も気を引き締めて頑張ってる。なんか今日さ緊張してたのが、昨日全然寝られんくてね、マジで珍しく2時過ぎぐらいの時撮ってん、いつもパターン Q、 そういつもパターン Q なのに、ほんでずっと眠りが浅かった、なんか寝とる気せんくて、体こう寝てんのに頭ずっと動いてんの、わかるっていう感じで、今日は一日そういう睡眠だったんですよ。だから待ちそわかんでちょっと寝ようじゃないと無理じゃあランキング読んじゃいます。13位アーサン、ジン、シガーさん、舞台楽しかったさー、前列すごかった、目の前にいたもんね。11位秋彦さん、10位シンナさん、9位ヤングさん、8位ナッティさん、7位サーマサさん、あと3公演頑張ってありがとう。6位ザック1973さん、残り3公演頑張って、あとは選手の曲でお待ちしてます。5位岡谷さん、地震で新幹線、あーお前からちょっと待って、地震で新幹線止まったけど広い声見に行くで、あーお気をつけて。4位ワイマツさん、今日のミシェルちゃん楽しみして、あぜひぜひ。3位デキさん、昨日のミシェルちゃんも素敵、もう好きだよ、だってありがとうございます。みんなミシェルちゃんみたいなんでずっと追ってほしそう、ゆりなに確かにな、かわいいもん、うん、そういう風にしてるからな。2位ハルタルさん、今日の舞台僕の初日で千秋楽頑張ってだった、いいね。そして今日の第1位はニキオさんです、今日2回回していきますだったら、じゃあラグビーねお願いしますというわけで、今日も見ていただきありがとうございました。あ、昨日のね、そのちょっともう時間がね ないんだけど、なんかよう喋ってるけど、もう私に時間がないんだけど時間がないんだけど、それで用意しながら喋るけど、明日じゃなくて今日、なんだっけ、あ、昨日のねやつでさ、あの昼公演でさ写真ピャーって撮ったじゃん、あれはあのね一期の方のやつで、ミシェルとチェルシーとあのお兄ちゃんたちとデートしてるやつの
とこであるのよ、そういう写真が、あのこうやってくしゃって撮ってる写真があって、それを撮ろうってなって撮って、でそれを再現してたんですよ昨日の昼は。だからなんか、ね、一緒に写真撮ろうみたいな、くしゃって撮ったじゃん。でなんか求む運命の人みたいな感じでやったじゃんか。そう、あれはその見たことあるシーンの人は見たことあったと思うんです。あれを再現してて、で夜公演の時は、ミシェルがお兄ちゃんにあの運命の人と出会えるペンダントを私も欲しい券買ってっておねだりしました。そしたらなんかお兄ちゃん、あのその前にもいろいろあったらとっちらかってていいよとか言ってたけど、ミシェル運命の人と出会っていいんかと思いましたけどね。なかなかその前のお兄ちゃんのハプニングがあって、お兄ちゃんとっちらかってましたから、ちょっとなかなかね、そういうこともやっぱ生ものだなと思って、すごく楽しいところの一つではないんでしょうかと思います。なので今日もニコワンよろしくお願いします。あとね、ずっとねみんなにね全然言えてなかったんだけど、あの劇場にあの来てくれてね、あのプレゼントとお手紙くださった皆さん本当にありがとうございます。ずっと俺言わないと言わないとと思って、毎回毎回忘れてて、バタ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 してて本当ごめんなさい。お手紙もね読ませていただいてますし、プレゼントもねすごく嬉しいです。ありがとうございます。というわけで、そういうわけでもう時間がないので、私はそろそろバイバイですね。じゃあ皆さん今日も行ってらっしゃい。で私行ってきます。バイバーイ、またねー。